はい、皆さんこんにちは。首都圏のね、緊急事態宣言が解除となりまして、少しずつね、日常が戻り始めてますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この間の東京ディズニーリゾートの公式ホームページが更新されてまして、運営のね、カレンダーの表記が変わってました。ご覧の通りですね、6月7日の日曜日までは休園の文字がありますね。ただね、6月8日以降、月曜日以降は未定の文字が来ています。ということは、最速でもしかしたら6月8日月曜日から再開というシナリオがあり得る、まあ、あり得るということになりますね。今回はね、東京ディズニーリゾートいつ再開するんですかというところについて、僕なりに考察していきたいというふうに思います。先日僕のツイッターでね、アンケートを取りました。今後のディズニーについてあなたの予想はということで、6月8日月曜日から再開するという選択肢と、6月8日以降も休園が続くという選択肢ですね、皆さんに答えていただきました。ご協力いただきありがとうございます。121人の方に回答いただいたんですけれども、約 20% の方が6月8日月曜日から再開、 80% の方が6月8日以降も休園というふうな結果になりました。まあね、6月8日以降も休園という方が圧倒的に多かったんですけども、僕自身もね、ちょっと最速6月8日から再開というのはね、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。ちょっと早い気がしますね。オリエンタルランド側もまだね、ちょっと再開に向けて準備中といったところなんじゃないかなと思っていて、そのね、6月8日月曜日からっていうのは難しいんじゃないかなと思っています。ディズニー再開にあたってはね、やっぱり行政機関の発表とかそういうところに基づいて動いていくんじゃないかなと思っています。まずディズニーがある千葉県、こちらの方針を見てみます。これは千葉県のホームページから取ってきた資料なんですけれども、主なね、施設がいつから再開していいかというのがね、まとめられた表になります。ディズニーが該当するテーマパーク、遊園地というのがね、表記真ん中ら辺に丸く囲ってますけれども、こちらがありまして、再開基準を見ますと、6月1日から OK、 6月1日から休業要請解除となっています。なので、千葉県の発表に基づけば6月1日からディズニー再開して OK ということになります。まあ、ただね、ディズニーはテーマパークとしては別格、皆さんもご存知、別格だし、日本全国からね、たくさんのお客さんが来る、もう最大級のテーマパークなので、この千葉県だけの休業要請解除、これに従ってればいいということにはならないと思います。おそらく千葉県だけじゃなくて、東京都の休業要請ロードマップ、こちらも考慮に入れながら再開への準備を進めてるんじゃないかなと僕は思っています。で、東京都の休業要請緩和のロードマップを見てみると、こんな感じになっています。ステップが3段階あって、ステップ1としては球場とかね、学校、博物館など、ステップ2が生活必需品以外の店舗、学習塾、劇場といったところですね。で、ステップ3が遊園地、漫画喫茶、パチンコみたいなのがあります。東京都のロードマップでいくと、ディズニー遊園地はステップ3に該当します。まずね、ステップ1が5月26日から始まって、それから順次ね、ステップ2、ステップ3というふうに移行していくようなんですけれども、で、この期間ね、移行の間隔なんですが、約2週間ごとに判断するという発表がされています。ステップ1が始まって2週間経ったらステップ2、それから2週間経ったらステップ3みたいな感じですね。で、一部報道だと、もう5月の最後の土日、まあ、今週末ですけれども、ここからもうステップ2が解禁という話もね、出てたりするんですけれども、まあ、順当にね、2週間ごとにステップアップしていくというふうに仮定すると、こんなスケジュールになります。5月の26日にステップ1が開始、6月9日にステップ2が開始、6月23日ステップ3開始ということになります。東京都のロードマップが順当に進むとなると、ディズニー再開は6月23日以降ということになりそうです。じゃあ、6月23日からディズニーが再開するかどうかというところなんですけれども、個人的なね、予想で言うと、まあ、再開は6月23日はしないと思っています。理由としてはね、6月中はパークの再開に向けた準備期間になるんじゃないかなと思ってるからです。で、先にね、再開している上海ディズニー、こちらの例を見ると、こんな感じの対策が取られてます。入場制限、ゲスト従業員のマスク着用、それからゲストの検温ですね、あとはソーシャルディスタンス、それからキャラグリパレードは行わないといった、こんな感じの対策です。で、今日発表されましたけれども、7月にね、米国、アメリカのディズニーも再開ということになります。で、アメリカのディズニーでも同じような対策が取られるというふうな報道がされています。なので、東京ディズニーリゾートもおそらく同じ対策をしてくるというふうに予想されます。
で、このね、対策、こういったところの準備にね、それなりの時間がかかると思うんですね。ソーシャルディスタンスで、Q ラインでゲストが並ぶときに位置、このね、下に地面にテープを貼ったりとか、あとはまあ検温のね、準備とか、まあそれこそキャスト、従業員の方のスケジュールとかね、まあそういった調整で6月いっぱい結構時間がかかっちゃうんじゃないかなと思います。なので6月いっぱいはこうした準備期間に充てられるというふうに僕は予想しています。で、果たしてディズニー再開はいつになるのかというところですけれども、今まで見てきたスケジュールにディズニー関連のスケジュールを加えていきます。そうすると5月の26日火曜日、ステップ1東京都のロードマップが開始された時ですけれども、この日と同時にね、ディズニーのグッズのオンライン販売が開始されています。いろいろね、アクセスは集中してなかなか買えないようですけれども、まあ、グッズのオンライン販売が開始されています。で、6月9日火曜日ですね、ステップ2が開始という風な順当なスケジュールで言うとこうなりますけれども、その約1週間前にイクスピアリが再開しています。まあ、再開予定ですね。で、6月9日からさらに2週間経った6月23日こちらでステップ3が開始されるというような、まあ、予想スケジュールとなります。で、僕の予想ではこのぐらいにボンボヤージュが再開するんじゃないかなと思います。で、6月23日ステップ3が開始されて、また2週間ちょっと時間を置いて様子を見るというような感じになるんじゃないかなと思います。で、ズバリディズニー再開というのは6月23日ステップ3開始後の2週間後、7月7日火曜日、こちらだと思います。もうすでにね、再開を発表しているアメリカのディズニーですけれども、アメリカのディズニーの再開日もこの同じ週の7月11日土曜日になります。僕はね、日本の場合はちょっと土曜日に再開するっていうのはもうめちゃくちゃ人が集まりそうなので、土曜日再開っていうのはないんじゃないかな。週末土日再開っていうのはないかなと思っていて、オープンするんだったら平日かなと思っています。まとめますと、6月中は再開に向けた準備に時間を当てるというところ、それから東京都のロードマップ、順当に行けばステップ3が6月23日火曜日に始まるということなので、そこからさらに2週間は様子を見るんじゃないかなという予想。またオープン初日はね、人が集まりにくい平日になるんじゃないかなという予想で、これらを根拠に7月7日火曜日に再開されるんじゃないかなと思います。で、しかもね、皆さんご存知のように7月7日は七夕の日ですね。彦星様、ミッキーと織姫様、ミニーにお願いをできるというタイミングでもあるので、まあね、コロナの収束を願うとか、まあこれからのね、皆さんの安全健康、日本の全体の安全健康に願うという意味でも、いいタイミングなんじゃないかなと思っております。ということでね、7月7日というのが僕の予想です。またね、この予想が外れて再開日が大幅に前倒しになったとしてもね、僕はそしらぬ顔でディズニーに行ってみようかなと思いますのでね、その辺はぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではディズニー関連の動画を日々アップしておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。